任せとけって。皆さんはほ個人を死ぬ気で守ってください。俺が劉備殿を助けに行きます。あの地少し気になる。戦況を覆すには敵の誘導が大事だ。ここは忍者殿を守る策をなせば王政殿はいかなる策を。今は自分の任務を守るだ。なんとか消えてよ。
安心するのはまだ早いですよ。今しばらく基地に立っていてください。恩義をまとぎ報復の策を描きますので。ああ、わかった。ホウセイ、お前の執念の策を私を勝利へと導いてくれ。その勢い誰にも止められますまい。戦端は開かれ、私たちは戦わなきゃ。白髪星と申す。いかげんは出世間違いなしだぜ。まだまだ足りませんよ。リュウ、渾身の一手のためもっと動いてください。リュウはこっちに向かっているのか。よし、我らで奴の首を取るぞ。舐めたまにしやがるぜ。お前ら、次に仕留めてやれ。さて、そろそろだ。ああ、工作部隊、土砲の準備にかかれ。劉備殿、義軍引き付けは十分です。もう本陣に戻ってもいいですよ。拙者は徐孔明。腕に覚えあらばお相手願う。今こそ報復の時。土砲隊、これまでの進歩を倍返しにしてやる。我慢できねえ。戦場の気分も実にすがすがしくなりました。あとは押し込んで敵の大将を撃つだけでは。後世殿にさ、敵は壊滅状態。私たちの手で終わらせる。今のは無効だろう。俺としたことまんまとはめられたか。やりますね。これでも感心しているのですよ。さあ来やがれ。お前なんかひとひねりだ。その勢い誰にも止められますまい。
ここで登場ってかっこよすぎでしょ、俺。ゾッとしますよ。そもそもこの戦も五の口車に乗ってこの有様です。人がいいにも程がある。すまない。謝罪など結構。その代わりこの恩は倍にして返していただきますよ。宝生殿、今回は私の不明であった。これからもよろしく頼む。
法政よ。こんな俺でいいならどこまででも。